皆さん、こんにちは。こんばんは。チャボです。今日もまた、アマゾンから荷物が届きました。中身をこれから開けていきたいと思います。はい。箱の中には2つものが入っていました。一方は、アマゾンのスピーカーケーブルが一つ入っております。それともう一つはですね、パワーアンプです。のケーブル類が入っておりまして、で、まあ、電源ですね。そして今日のメインイベントですが、これが手のひらサイズのパワーアンプです。50W×50W ということです。ちょっと中身の方を開けてみたいと思います。はい、これが本体です。50W×50W で、真ん中がボリュームで、左側にマイクロ USB の差し口、そしてオーグジュアリー、そして右のオンオフは Bluetooth の入り切りのスイッチになっております。そしてこっち側には電源を差す穴が真ん中にあって、両脇に、ライトとレフトのスピーカーケーブルを差すようになっております。で、これをつなぐためにスピーカーケーブルを買ったということです。またスピーカーもちょっと壊れていましたので、新しく買い替えました。はい、今回新しく買いましたスピーカーはヤマハの NS-BP182 というタイプのものです。で、色は黒とブラウンがあったんですが、ブラウンを選びました。こちらの方も中身を出していきたいと思います。はい、購入しましたのがこのタイプです。横は木目調のブラウンとなっております。そして、スピーカーの前にかけるネットは、マグネット式になっておりまして、これをこうするだけでくっついてしまうという形になります。では早速ですが、この、50W のミニミニサイズのパワーアンプとこのスピーカーをつないで、どのような音が出るか試していきたいと思います。またバナナプラグを別に買っておりましたので、これでつないでいきたいと思います。はい、それではスピーカーとの接続が完了しましたので、電源を挿しまして、これをここに差し込んでいきたいと思います。このままさせるかな。はい、電源が刺さりました。次に、こっち側ですが、こっちが USB、 マイクロ USB のジャックとオーグジュアリー、そして Bluetooth のオンオフですね。で、まず、こちらの方をオンにします。はい、接続しました。はい、今英語でつながりましたよという声が聞こえたと思いますが、これから、ちょっとタブレットから音源を拾って鳴らしてみたいと思います。はい、私のはこれミニ、 iPad ミニなんですが、これで今Bluetooth に接続して、この F900S というのがこのミニアンプになります。接続が完了しましたので、
音の方を鳴らしていきたいと思います。はい、では、YouTube オーディオライブラリーから選曲したいと思います。はい、Bluetooth が接続しているとき、この左の青いランプが点滅します。ボリュームを上げます。ちなみにですね、この商品名まだ言ってませんでしたが、エレジャイアントという会社の Bluetooth 2チャンネルパワーアンプで 50W です、そして Bluetooth はバージョン 4.0 に対応していて、電源入力は DC の 9V から 24V、 最大出力が 50W×2 で、材質はアルミ合金、インターフェースはオグジュアリージャックとマイクロ BUSB ジャックと DC9V、24V ジャックです。で、梱包物は先ほどお見せしましたが、本体と、説明書き、電源アダプター、AV オーディオケーブルと、本体ですね。あ、言いましたね。それと 3.5 ミリのオグジュアリーオーディオケーブル、以上の5点が入っております。で、金額は、さっきアマゾンで先日買った時は3500円ぐらいだったと思います、もしお気に入りになれば購入されてみてはいかがでしょうか、今日は手のひらサイズのパワーアンプエレジャイアントの、なんだ 50W パワーアンプをご紹介しました、以上です。ありがとうございました。